本名源静香、可愛くて頭もよく心の優しい女の子、友達思いでみんなのアイドル的存在、とても綺麗好きで趣味は汚れた人類の浄化。神様？昨日下校中の女子児童に下半身を露出した男が声をかける事案が発生しました。話は変わりますが、先生今日でみんなとお別れすることになりました。お前かい。旦那の財布の中身を確認したら自分の写真が入っていたので、旦那の変わらぬ愛に感激しながら万札を抜く。愛そこにあるん？息子の僕らターン、パパの財布にあった、また来てねと書かれたカードを伏せてターンエンドで人生がエンドしそう。お父さんのライフはゼロよ。ツツブローとハブローヤブルトブローマスルブローブローセル混じってない。車が店に突っ込んでしまった、キノコを使うタイミングを間違えたと通報。あー薬？デキスギさん、自分の部屋に電話が引いてあるの。毎晩夜中になると、デキスギお前なんか死んじまえ。ガチャジリリリジリリリ。反省はしてるわ。悪質だな。お前かい。今まで何遍同じことを言ったか知れないが、やはり言わねばならぬ。ただいま。おかえり。チルちゃん気持ちええか、なあ気持ちええか。カメラ止めて。痛いよ痛いよ、わーわー痛いの痛いの、飛んでいけブーメラン。わー痛いよ。何してんねん。やめて、今ダイエット中なの。食うの？それいけいけ、あんあんパンパン、それ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 、まんまんパンパン。股が濡れて力が出ない。あちょー、実験しよう。なるべくひどい絵を描いて。限度があるだろ。どんまい。暗くなったよ。指が映ってるんだ。もっとこすって昨日にしちゃえ。ゴシゴシ。何か映った。学校から帰ったとこだ。まっすぐ机に向かった。やはり彼女がキラか。漫画変わった？まだバレてない。私もバレた。ダメだ、固まり出した。食品わさびだけ。なんか本棚がガラーンとしちゃったような。古い漫画雑誌は捨てたわよ。新しい漫画雑誌も捨てたよ。全部消えた。9階の裏に9階の裏を見た。ストライクバッターと。お年玉を開けた老い。ああね。12年後、シーン。あいつはまだ引きこもっているのか。ドアの調子が悪いからあんな出来損ないになったんだ。すいません。あ、出れないんだ。こっちだったかな。ちょっと待ってよ。こんなとこに宇宙船らしきものがあるわけ？あんたまさか最初から私を連れ出してエッチなことをするのが目的だったんじゃ。私のを見ればお前から欲しがる。全国の学生の期待を背負っていつもより多めに回っております。頑張れ。朝顔観察日記2日目。朝顔じゃないかもしれない。初日で分かれ。さあ誰かこの問題解ける人。なんだ誰もできんのかね。ロビー廊下に立ってなさい。理不尽。この女を欲しくなったのでな。そいつは音よかろう。その女お前にやろう。やりますね。江戸時代のアニメドラゴンボールにありがちなこと。それがちの国高は53万石にてそうろ。だり学級文庫と言ってみろ。バカモンか。バカモン。こんなところでスイッチを入れるな。何のスイッチ。4歳の妹がツタヤの黒カーテンの中入ったんだけど、バルさん並みに中のおじさんたちが残らず出てきた。世知辛い。これってどうやって来たらいいんだ。頭が入っても手が通らない。強引に来てみろ。そいつは柔らかくて引っ張ればどんどん伸びる。地球でこの俺が大猿になった時にも破れはしなかっただろ。だが衝撃には相当強いぞ。あ、すごい。本当だ。でもお高いんでしょ。まあな。商売すんな。顔どうした。さて来週のサザエさんは。アニメちゃうで。元気出しなさい。コツン。僕はダメだな。いつまでも思い切りが悪くて。しっかりしなくちゃ。クヨクヨしたってドラえもんが帰ってくるわけじゃないし。売ったからで遊びに行こう。売ったんかい。裏返って包めば時間は遡るんだ。君には若返りより老化が似合うけどね。うまい。昔話に出川哲朗を出演させてください。振りでやけどし蜂に刺され踏んで転び嘘の下敷きになった猿が言いました。ここのスタッフはバカか。これがリアルだから。プチやっちゃった。おい、この新しいメガネだと全然ゲア覚えねえぞ。猿扱い。これ本当に施術なんですか。アニマルビデオ。あのさ、蘭姉ちゃん。え、ブラジャーってどうやってつけるの。なあ、ほら、男の子なら外し方を聞きなさい。そうだね。ああね。メラ、メラミ、メラゾーマ。バカ、バカチ、バカチンガ。魔法カンタ。プリンとプリンの違いを教えてください。嫁がプッチンするか、容器をプッチンするか。甘くないな。お座り。回れ小僧。かわいい。泳げるようにだったよ。そっくりやな。はっはっは。2匹がかりでこの程度かな。強っ。昔話に無理やり4億人を登場させてください。海岸では4億人が亀をいじめていました。シンプルに多い。早速殴られた。よかったね。時を戻そう。そこから間に合わない。ドラえもん電話出して。電話電話。これ携帯電話。こいつ本当に未来から来たのか。 iPhone30 やん。開ける。子供いじめんな。手遅れやで。おっちゃん飯も忘れんといてや。え、飯と一緒にお好み焼き食べるのか。普通やんけ。なあ、くぞ。バロー。やあ、僕はアンパンマン。今日はみんなの素朴な疑問に答えるよ。どうしていつもバイキンマンにとどめを刺さないんですか。他に質問のある子はいませんか。無視すんな。動かない痩せへん。だけど重くて動けへん。要するに痩せへんから動けへんのや。これが表裏一体注文や。飯はまだか。食うな。ピッケチャー。
中身出とる。引っかかったな。うちには孫どころか子供もいねえし、振り込む金もねえよ。仲ええな。はい、そこ今ヤギ触った。ふれあい動物コース別料金1000円いただきまーす。黙れ老害。女の子の服からブラジャーが透けてるのを見て、一番キモいことを言ったやつが優勝。それ俺も持ってる。あ、俺も持ってる。怒るということは損である。大人はすぐちょっとしたことで怒る。大体の人が仕事でストレスが溜まり、子供に八つ当たりする。しかし肩でも揉めばすぐに気が変わる。新入社員の始末書が始末してやりたいレベル。うん、始末しよう。熱いらしい。脱ぐな。出ておいでクララ。そこにいんの。なあドラえもん、俺ら漫画で美化されすぎとるよな。いやなあ、まあ商売やからな。バケモンやん。よしこさん、ここまだこんなに埃が舞い上がるじゃない。そこどこ。昨日の晩カレーを食べたおばあちゃん1000人に聞きました。昨晩の晩ご飯は。記憶どうなっとんねん。手術怖いよ。明日の試合で必ずホームランを打つよ。約束する。そうしたらちゃんと痔の手術受けてね。パパ、そっちかい。では、ウィス。飛びたい？何グラム欲しいの？あったー。大丈夫、きっと良くなる。心配いらないよ。最後に何か食べたいものはあるかい？宣告すんな。いくらもやっと新しいパパに慣れてきたんです。もう電話しないでください。何があった？バキ、ド、ズカ、ズズ、クッククック。みんなの平和のためだ。今だやれ。賞味期限が切れていた。でもそんなの関係ねえ。はい、ケンタッキー。よいしょ。先生、気分が作れないんで給食室に行ってきてもいいですか。いいけどもう空っぽだぞ。なんしてんねん。とっとこハム太郎と同じイントネーションの言葉を教えて。もっとこうあるだろう。やかましいわ。ピカチュウ、もっとだ、もっと強い電気ショックをくれ。顔決まっとるやん。ガエの批判がエスカレート。ロケットマン、おいぼれ、ごめんね。いいよ、優しい世界。いや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 、いくらカニモノ競争だってヒゲと胸毛の濃いサスペンダーをつけた高校生だなんているわけ。いとおっさんやん。移動目覚まし時計停止装置。ゴミやん。キャーかわいい。チャース、僕どうしてスーツ着てるの。マフィアだからな。わあ、同業者一緒なの。先生、次のパーキング寄ってもらってもいいですか。シワエッグ。サーバーが落ちた。避けることのできない事態だった。回線の不具合だと思った。不良の事故だった。いつもよりとろいなと思った。俺は待ち続けた。まだ繋がらない。ふとひらめいた。ネタの鮮度が落ちてきたな。開きにしよう。それでは解散。長いわ。先生からお別れの言葉。さよなら。これはメロンパンナを四つん這いにさせて後ろから見たいです。あんたらさ、出かけりゃいいと思ってるだろう。大好きだよ、そういうの。さすがっす。コナン君、三井彦君が乗ってるバスがバスジャックされたわ。バロー、殺人事件以外で呼ぶんじゃねえよ。うるせえ死神。最近の出来事は五七五で。愛してる。大好きたけし。俺たかし。たかし。びっくり。悟空が父の父を悟空悟空。あちょっ、なんで君たちは。僕はせわし。僕せわし。やかましは。ひっくり返って何してるだます。冷たくなってる。息もしてないわ。自殺。そうだわ、ホームビデオを買ってくれというのに買わなかったからだわ。お前のせいでザマスを言い忘れたザマス。捨てんな。磯野、明日僕に誘われても絶対に野球はしちゃいけない。未来を変えるんだ。中島、自分のところに行って野球誘わないように言えよ。言ったさ。でもあいつなんて言ったと思う。そんなことより野球しようぜ。だぜ、あいつやべえよ。どんどんどん。磯野、こんな時間だけど野球しようぜ。フラグ回収早。バーカ、お前が転ぶから負けた。お詫びに目玉をくり抜きます。やりすぎや。道端に落ちている古い顔を蹴ると、やめるんだというので快感。感情ないんか。カツオ渾身の一発ギャグ、小人図鑑が大滑りし株価が暴落した。俺は好き。どうかしたの。ポケットの向こうは水浸し。そうか、これは気をつけた方がいいわ。ドラちゃん今どんな状況にあるのかわからないわけでしょ。海の中かもしれないし、真空の宇宙空間かもしれない。そうかそうか、勘のいいやつは嫌いでね。おっと、今のパンチはあちらのお客様からです。知らんわ。チュンチュンハロー YouTube、 テポキンです。本日の動画は船の上で核実験やってみたです。ファンされろ。どうして、どうして、どうしてテポっちゃいけないの。うるせえ豚。仲良し5人組がよ、全員妖怪ウォッチをお願いしたんだがよ、一人だけベーゴマあげたわ。ああこれうめえ。悪魔か。嘘つきは泥棒の始まりみたいな言葉を言ってください。政治家は嘘つきの塊。その通り。ここで一句。あとお嬢ちゃん、おじさんと。あとプーさん、大人のお店大好き。あとスリーアウトチェンジ。先生にはめられたんだよ。私もはめられたの。ゲームセット。繊維見せろって言ってんの。こわ。やはり俺のものは俺のものだ。どういうこと。ベジータ脱帽。悟空お前頑張りすぎだ。優しい。僕に嫌われたら君なんかまず誰もお嫁にしてくれないで。やめて、それたけしさんが一番傷つく言葉よ。乙女なの。さあ願いを言うがいい。どんな願いも尊い。そんなことより磯野野球やろ。中島、何を一人で悩んでるんだ。その悩みを俺にぶつけてみろよ。と悩みの原因が言ってきた。殴ってしまえ。ハゲワシとハゲてないワシとハゲかけのワシ。帰れ。それ企画外で破棄するアンパンマンの顔だよ。喋ったりはしないけど意識はあるからね。怖。女を口説く時の決め台詞ってどんなの。胴体の味知りたくない。味あるん。池高志10万ボルト。あいよ兄ちゃん。人間だるまさんが転んだ。
って誰もいないわ。大丈夫？それに僕の女は一回限りの使い捨てが多いんだ。安いからね。チンコねえだろ。そんなはずはない。ピピピピピ、暗証番号が違います。ああね、ピザは好きだ。でも人間を許すことはできない。ピザ食うな。今までの外れくじです。約500万円の無駄遣い。もうくじは買わないと固く固く約束してください。そうだったそうだった、この外れくじめ。うん、悪いな。それではここでハンドルを切ってください。ふわちゃん、よし、みんな行くぞ。いってらっしゃい。誰も行かんのかい。加えろ。何よ。ハイテンションプリーズ。イエース。のびちゃん、もうすぐオンエアよ。勉強はやめときなさい。頭悪くあれ。パパはなんで洗濯機に放り込まれたの。朝帰りだ。お前は。おねしょ。さあ、最後の脱水まで耐え抜くぞ。ああ、仲ええな。こらどこ見て運転しやがんだ。何を。俺の姿勢を釘付けにしたのはてめえだろうが。どういう状況。